爆弾か。ああ、取ってきてくれ。警官はそっちだ。サイモンはお宅にも手伝うと言った。まあ、手伝うよ。いつだ、いつ手伝う。なんとか爆弾を取ったらな。気をつけろ。気をつけてる。開けるな。なんで。大丈夫だよ。前のも平気だった。くそ、くそ。それ見ろ。だから言っただろう。特殊な感知器がついてる。逃げようとして離れた途端爆発するぞ。分かった、逃げやしないよ。どうすれば止められる。噴水に容器が2つある。見えるか。1つは5ガロン、もう1つは3ガロン。容器の1つにぴったり4ガロンの水を入れて、そいつを上がりの上に置けばタイマーが止まる仕掛けだ。量は正確に4ガロンぴったりでないと爆発する。生きていれば5分後にまた連絡する。待て、待ってくれ。やり方はわかるか。いや、容器を取ってくれ。3ガロンの容器に4ガロンは入らない。そこまではいいな。当たり前だ。ああ、そうか、わかったぞ。3ガロンの容器に目いっぱい水を入れる。よし、次にその水を5ガロンの容器に移すんだ。それで5ガロンの容器に3ガロンぴったり入るな。よし、次に3ガロンの容器に3分の1水を入れて。ダメだ、正確じゃない。やつは正確にと言った。警官は出払っていない。俺は公園でガキの謎謎か。おい、愚痴ってる暇に頭使えよ。残り時間はきしょー、もう1分もないぞ。遠くへ投げちゃダメだ、途端に爆発しまう。ちょっと待て待て、考えろ。わかった、わかったぞ。今ここには2ガロンだな。あと正確に1ガロン分空きがあるそうだ。そうだ。そっちはいっぱいで5ガロンだ。そっちから1ガロンこっちに移せば、そっちの残りは4ガロンだ。残り4ガロン。よし、じゃあ早く早く。こぼしだよ、こぼしだ。よし、いいぞ、4ガロンでした。やった、早く測りに乗せるんだ。ああ、そうか。うわっ